本日は8月15日土曜日です。おはようございます。今日からこのワンクリのが始まります。そうなんやろ、これがね初めてなんですよね。できるかな。毎朝だいたい同じ時間にってやってみます。そうそう、なんかこれさ、なんか薬局のおじちゃんに言われたのは、こう自分でねじ切ってって言われた。ハサミで切らないでください。ハサミで切っちゃったらなんか鋭利になるらしくって、それがやっぱ膣に入るのは良くないみたいなので、手でちゃんとねじ切ってね言われました。やってみますね。ということでできました、ワンクリノン。なんかネジ、こうやってネジ切りしたらそこからさ薬がブチュって出てきたからさ、えっと思ったけど、そのまま膣に入れてプシュッってやったらプシュッってなんか言ったらプシュッって言って、でもなんか全部出てるようにこうギュッ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 って押してそーっと抜いたらいけたって感じでした。ティッシュで拭いた時に何もついてきてなかったから、とりあえずはなんか成功かなと思います。14日分また頑張っていきます。いけそうな気がする。今日は、ET、 あれ ET って1日目から数えるんやったっけ。ちゃうな、今日が ET1 かな。生理が1日目から数えるんやな、翌日からやな、移植の後 ET1 なので、とりあえずまあゆっくりしておこうかなと思います。で電磁波もねあれなんで、編集とかはシアンとゆっくりしようかななんて思ってます。でもまあちょっと編集しなあかんねんけど、どうしようかなって感じで、まあ、あんまりね目を疲れさせてね、なんやろう、こうお腹に行くエネルギーが違うところに行かんようにねしたいね。あ、ほんと薬も飲むわ。やります。よいしょ。検査をしてもらったときに尿酸が足りてないってことやったんで、こっちにしました。で、今移植周期に入ってからアルギニンっていうサプリを飲むようになりました。これも診察してもらったときに内膜がちょっと薄いかもっていうので、1日3回3錠ずつ飲んで、これも2袋目結構高い、7500円。で、ジュリナ、これが2、これはもうずっと2やな。で、ピポギシルっていうやつ、セフカペ、これなんか抗生物質らしいんですけど、昨日移植した後先生に卵管の手術もしてるし抗生剤出しとくねって言われて、このやつです。でトラールが昨日の夜で無事に終わりましたので、これだけかな。
とりあえず朝飲みます。なんかさっきしたワンクリなんていう秩序は安静はいらなくて、できるだけ動くようにって書いてあったから、今からとりあえず洗い物する。今日洗濯はめちゃめちゃ雨降ってるのでしない。明日ちゃんが休みなんでちゃんにやってもらおうと思う。洗い物もできるから洗い物しよう。昨日の夜はぐっすり寝れました。お風呂に入ったらあかんかったから、でもシャワーやったら体冷えるしなと思って、足湯できるぐらいまでお湯溜めてもらって、で足湯して、で その後ちゃんにお給油もしてもらって感じました。なんかさ、昨日さ、こうお腹移植してからね、帰るまでの間にお腹がこうチク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 っていうのがあったんですけど、でもまあそれってこう私が今めちゃめちゃ敏感に多分なってるから、なんか普段そういうのがあっても多分気にしてないんやろうけど、移植の後やからこうチク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 みたいなのが気になったんかなとか思うけど、なんかそんなんがあったってことはありました。チク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 とかはあった。あとはお腹はなんか便秘気味になるって言われたんですけど、この抗生剤が結構お腹が緩くなることがあるらしくって、今んとこ便秘ではないです。朝もちゃんと出たし、そうやね、お腹が痛いとかも特にないからって感じですね。で今日はテープの貼り替え日っていうのを忘れないようにしないとなと思ってます。ゆったり過ごしていこうと思います。そういえばお名前決まったんです。そういえばお名前決まりました。我が家のニューフェイス、ボボちゃんです。サボテンのボボちゃんです。よろしくお願いします。にアルちゃんも元気です。アルちゃんも元気です。映るぐらい。
すごい。すごい。かっこいい。辛いかな。こうよ。
ストロゲン、シャルトニン。ストロゲン、セロトニンだ。セロトニン。セロトニンでそう。持って帰りたい。飲みたい。飲みたい。パンつけたの。絶対でも。パスタも食べるべきや。パスタも。
風呂入って、ちゃんに補給してもらって、寝た。昨日はね、朝起きて、ワンプリンやって、今の病院になってから太陽かかってなくて、太陽かかってなくて、だから今日が何度かいつもさ、あのそわそわ時めちゃめちゃ気にしとったやん、立つ、
強化いうぐらい強化してるのがやっぱあるの400度やから。でもここも釜やもんな。チーズが違う。あれ3000円ぐらいだった値段、だからチーズが違う。出てるはずやからな、うん、今回の子はさ、透明体をぶち破ってさ、うん、自力でさ、出てきてさ、うん、綺麗って言ってたし、透明体みたいで、うん、はい、自然にこう受精してきた子やんか。今回の災難は今の病院で初めてだけど、スプリット子の研究と一般受精両方を するところやって、最初は原則それって言われてて、で今回移植した子は一般受精の子のためだったかな。じゃんけん一回破っててほしいな。内膜に入り込んでいっててほしいな。たまにさ、おへそのさ下り側がチクチクしたりするんですよ。だから普段もそうだってるのかもしれないけど、今は敏感やからそのままだったかなとか。だってさ、しかもそこにさ、湿布ってないやん、そんな上に。だから違うんやろうな。でもまだ、なんていうの、前とかやったら異色な日目、初期症状とか調べてたけど、今のとこまだ何も調べてない。いい兆候や。そうなの。うん、いいよ。そう、うん、初めて買ったよ。うん、口蜜も量ってすごいよ。大体さ、お金とかそれやん。あ、そう、うん、生まれてくる子はなんかほんま男の子かもしらんな。
福田さん。あ、来た。頑張って。持ち投げ参加してきました。やばい。持ち投げ参加してきました。こんだけ急いで洗濯物入れる。なんで、ほらたっぷりゲットしたね。すごい。足も後ろの方でさ、転がってきたやつとかさ、餅3個ぐらいゲットした。お菓子落ちてからのしゃがみ方エグ。全然キャッチ、1個だけキャッチその場でできた。あ、そうだ、うん。餅とかはキャッチしやすかった、重いから。いや、餅は分かった、後ろに飛んでくるんやと思って、うんうん、お菓子はさ、風に吹かれてさ、もうどこ行くか分からへんしさ、なかなかキャッチ難しい。でもさ、なんかトウモロコシのお菓子あるやん、コンポタージュみたいなやつ、あれさ、お菓子ガブッってからさ、うん、こんな粉かもしれん。お餅はでも結構いいやつやったよ、うん、生餅、柔らかい、そうそうそう、紅白の、うん、誰かのお家の胸上げ式、上等式、うん、そうやな、の餅巻きに参加してみました。なんかいいイベントやった。うん、愛媛に住んでた時に、幼稚園ぐらいの時に参加した以来、こういうまだやってるところがあるんやと思った。初めてです。結構大人もいたの。うん、結構。キャみんな落ちたやつの動きがめっちゃ早いのよ。面白かった。こんなにいっぱいゲットしたよ。でも私が以上に撮ってた人はいっぱいいた、うん、そう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 。すごいだね。これかな、何やったっけ、これ嬉しい、キャラメルか、これや、これこれこれゲットしたん。こんなんほんまに食べたことない。お餅も何個かゲットしたよね、うん、ほら、あー楽しかった。
しょ、よいしょ。箸置きみたいな、お箸入れ、お箸洗ったやつのやるやつもあったけど、これはちょっとまた今度買おうと思う。とりあえずこれ、でこれは洗濯かごです。かわいいロスケット、17でした。17の BT3 になります。今日は1なんか編集、YouTube 編集してたんですけど、編集の素材が結構2時間いかないぐらいあったんで、今日はちょっと編集全部は無理かなと思ってて、まず
12時までやろうとか、まずあでもここまでキリがいいとこまでやろうとか、あれしよう、これこうしよう、ああしようって言ってたら結構時間が経ってしまって、で結局全部できそうと思ってやってアップまでやりました。でもまあ結構それに力を注いだので、ちょっと家のことはって感じになって、とりあえずご飯とお味噌汁はやったけど、なんかおかずはちゃんにスーパーで買ってきてもらいました。でお風呂入ってお給して、で今日はテープの替える日だったので、テープも替えてジェルもやって薬も全部飲んでって感じでございました。で今日の変化としては、なんか今日は夕方ぐらいから左のね、このおへその横ぐらいのお腹がずっと痛くって、なんか張ってる感じ、そんなことがあって、痛いなとか思ったりとか、なんかちょっと暑いな、熱あるんかなとか、なんかそんな感じが夕方からなちゃんが帰ってくる時間ぐらいまでありました。でも今は収まってます。なんかこううまくいってた時で、こう別に症状とかが特にあったりするわけじゃないっていうのを聞いてたし、そう思ってるから、なんかちょっとそういう症状があるとあれなんかダメなのかなとか、ちゃんにそうお腹痛いみたいなこと言ったら、ちゃんは、着床したのかなとか、そんな感じで言ってたけど、ないんですけどね。それでなんか今日結構最近ずっとイライラしてて、ちょっとのことでもすぐなんか瞬間違和感式みたいになって、で、まあ、朝からもちゃんに怒ったりとかしてたんですけど、このイライラがなんかやばいと思って、今日の朝初めて検索したかも、食後イライラみたいな、そういうホルモンがそういう風につながってるのかもしれないんですけどね。でそうなってる、そうなってる、イライラする自分にも落ち込むし、なんでやろうみたいな、こう元気悪くなるじゃないですか。あって感じですね。でもなんかいつもなんかこの辺の時ってイライラしてるかもとも感じですね。明日はちょっとね、明日もちゃんは仕事やし、私は編集をするべきところなんですけれども、なんかちょっとこうなんか目が疲れてたりとか、頭がそうやな、目がやっぱり疲れてるっていうのが昨日とかは特にあって、昨日はでもコンタクトしてたりしてたからかなとか思うんですけど、ちょっと目を休めようかなと思って、編集は一旦明日お休みしようかなとか思ってます。でももう今日
17やもんね。今週と来週もう4月終わっちゃいますもんね。動画も上げなあかんしな。どうしようかなって感じで、とりあえずね、今日はそんな感じでございました。ゆっくり寝て、明日にまた何するか考えようかなと思います。あとね、赤ちゃんの支援についてくれてると思うので、編集しながらいろんな人の声がなかなかに届いてたんじゃないかなと、聞こえてたらいいなと。じゃあ今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ、おやすみ。